皆さんこんにちは。今回は今何が強いのかっていうことを話していこうかと思います。今の環境では属性耐性っていうのが以前よりもやっぱ大きくなって、でかつ HP もなんか1億超えるようなボスとかも出てくるようになってきて、やっぱりそのボスの弱点をつかないと全然高いダメージが出なかったり、その倒すのにめちゃくちゃ時間かかったりするんで、まあ、以前はなんかそのボスがめちゃくちゃ強いのって属性耐性のせいだけじゃないかもしれないみたいな動画出したんですけど、もう本当に弱点つかないともう無理みたいになってきましたね。まあ、前動画やった属性耐性だけじゃなくて HP がやばいんじゃないかみたいな動画出した時はまあ85層とかだった気がするんで、まあ、ちょっと覚えてないんですけど、多分それくらいだと思うんで、まあいろいろちょっと変わってきたんで、でまあ属性耐性ある敵なんで、今出てるボスとかが最近出てるやつね、だからまあザンとツダでそれぞれ何が強いのかっていうのを説明するしかないんですけど、まあ始めたての人はやっぱり片手直拳のモッドスキルですね。まあ有名なやつだとこのお茶会最初アリスってやつなんですけど、多分もうほとんどの人知ってると思うんですけど、これがね常設イベントで手に入るんで、これを片手直拳のモッドスキルに入れるとまあ強いと。まあそれが強いのって、モッド自体にこういう強い追加効果がついてるからであって、こういう配布確か発想ストーリークリアで手に入るマンオブザデイキレットとかに入れてもそんなに強くないんですよ。まあ、これはどっちかっていうと、これブレイクゲージ増加量が多いって書いてあるんで、ブレイクに使われるやつなんですけど、まあとにかくオーダーで出てくるようなこれですね、こういうモッドスキルってやつ、中になんか元素材入れて、他のスキルレコードですね、追加効果って書いてあるやつを入れて使うやつが強いですね。でこれ強いんですけど、上の階層になってくると、まあ、あんまり通用しなくなってくると、残属性が弱点の敵じゃないと通用しなくなってくる。まあ、50層以下の敵だと、まあ、属性耐性がないんで、何でも直拳モッドで回れちゃうんですけど、まあ、上の階層になってくると、まあ、残属性の、まあ、弱点の敵なら効くけど、まあ、自然属性耐性っていうのがあって、まあ、残属性が弱点入っても、まあ、例えばこれ闇だけど、例えば、まあ、残風が弱点の敵にこの残闇の打っても全然ダメージ出なかったりするんで、そういう特定の属性のモッドじゃないと効かなくなってくるし、最近のその残属性が弱点のその属性耐性ついてるボスって、やっぱりこれがあるからか、もうみんなね手軽に元素材揃えて強い高い力出せるんで、めちゃくちゃボスがその分インフレっていうか鬼畜になってます。だからまあ始めたての人用ですね、こういうのって。あとはモブ狩りを、道中のモブ狩り、これめちゃくちゃいいんですよ、全体攻撃で。道中のモブ狩りってめちゃくちゃ大きくてすんごいタイム縮むんですよね、だからそれ用みたいな感じがあるんですけど、もう新しいボスが実装されると、だいたい突属性か打属性が弱点のボスから、なんかその新しいなんとかインテシリーズの最初のボスですね、ガオーインテグラル武器でいうと一番最初、31層フロアボスのナルハってやつで出ましたけど、あれ突水が弱点なんですけど、本当にその突以外だと全然歯が立たないっていうか、突っていうかもう弓以外マジでほぼほぼダメージ、高いダメージ出ないみたいになってるんですけど、まあ、とにかく上の階層になると、まあ、ほぼ通用しなくなってくる。まあ、残属性が弱点のボスが出た時に、まあ、例えばガオーだったら、まあ、一番上の83とかやればいいと思うんですけど、やってもいいんですけど、正直それ作る頃はもうあと3ヶ月ちょいくらいしたらもう次のインテシリーズ来ちゃうじゃんみたいなのがあって、まあ、そんだったら、まあ、大体その次のインテシリーズ来る頃にはもう一番新しいインテシリーズの一つ下のインテシリーズの弱点つけるようなスキルとかステップ5式とかでもう引きやすいの来ちゃうんで、まあ、今そのガオを作るなら31層フロアボスですけど、その下のヤシャが85層フロアボス倒す感じですけど、まあ、最近はもう突飛の、まあ、弓モッドとか、まあ、弓モッドっていうか弓モッド来たっけ、まあ、来たか、あとバーストとか、まあ、そういうのが来てますけど多分新しいインテシリーズ来たら一つ下のやつが多分倒しやすくなると思うんで、オーダーで狙いやすくなってっていうのがあるんで、そう残属性が弱点のボスをやる意味って、その進化
なんとかインテグラルシリーズの3段階目の進化とか、まあ、そういうのやるようになってくると思うんで、まあ、ただね、あの弓だと、まあ、弓モッドとか、まあ、モッド素材とか、まあ、こういう火事場系のバフ、自分の HP が少ないほど強いやつとかも、あのいっぱい必要なスキルがあるんで難しいんですけど、まあ、弱点つけるモッドは後でオーダーで狙うとしても、そういうモッド素材とかかけるバフとかは揃えていけば、まあ、あとは弱点つけるモッドをオーダーで狙うだけになるんで、まあ、先にそういうモッド素材とかバフとか揃えていってもいいかもしれないですね。まあ、とにかく始めたての人は直剣モッドいいと思う、なんか瓶集めとかできるしいいと思うんですけど、上の階層になってくるとなんかめちゃくちゃ鬼畜なボス、あのカオス討滅戦とかめっちゃ手強い敵を時間かけて倒すことになるんで、めちゃくちゃ効率が悪くなるみたいな、効率悪いっていうか時間かかるよみたいな感じですね。まあ、残属性武器で言えば他に探検とかあるんですけど、まあ、探検もあのめちゃくちゃ強いんですよね。その片手直剣がこれ防御力かけるに攻撃力が上がるっていう効果なんで、そのボスが防御低下デバフとかを使ってくる場合はあの高い力が出なくなってしまうんですよね。そういう防御低下デバフになってしまうようなボスの攻撃を受けると。でも探検はあの防御依存じゃないんですよね。火力が、探検は今の環境だと、まあ、状態上の敵に対して攻撃力が上昇っていうやつ、その1スタックにつき 0.1% 上昇っていうのがあるんですけど、熟練度スキルで、でこれあの毒やけど出血凍傷全部に適用なんで、あの99スタックにするとこの毒やけど出血凍傷全部分 99×4 分ですね、全部適用なんで、まあ、計算してみると分かるけど結構強いんですよね。でまあ配布これ何層だっけな、87層、何層だったっけな忘れたけど、85だっけな、何層かであのストーリークリアでこれもらえるんですけど、これ 0.2% なんですよ。であともう一つなんか 0.2% とかの入れると、まあそのモッドに入れるやつ、そう強いやつと同じくらいになるんですよね。まあその直剣モッドに入れるこれさ、あの消費モッドスロット枠3つじゃないですか。この3つってやつ大体強いんですよ。でそれと同じくらいの性能になるんですよね、これと あと2つ元スロット消費2のやつ入れると、まあ、簡単に言うと探検は揃ってれば強い、モッドとモッド素材、まあ、直剣のが揃えやすいんでほとんどの人は直剣でやる感じですね。で次突属性武器なんですけど、さっき言ったようにパーティーだと弓が一番強いんですよ。やっぱりそのボスの弱点つけるモッドとこういうモッド素材、タゲガイカジバ弓って言われてるやつで、自分の HP が少ないほどっていうのがカジバ効果って言われてて、でこれターゲットが自身に向いてないモンスターに対してっていう厳しい条件がついてるから、これめちゃくちゃ強いっていう話なんですけど、まあ、パーティーで突属性が弱点の敵と戦う場合はほぼほぼ弓で来る感じですね。みんなもう弓がパーティーだと一番強いので、だからタンクが必要になる感じで、もう今の環境では野良パーティーでもタンクが絶対います、ほぼ絶対いる。上の階層だと85層以上とか、まあ、ダンジョンでもあのタンクが必要とされてなかったような時代のボスもなんかタンク来て、まあ、タゲガイカジバ弓みんなやるみたいなこともあったりして、まあ、それくらい強いんですけど、まあ、こういうねその HP が少ないほど強いバフ効果とか、まあ、あとはやっぱ勝負師4バフって言って、まあこれはスタック効果がないんですけど、まあ、スタックって簡単に言うとバフとか状態異常とかデバフとかのレベルみたいなものなんですけど、まあ、これは HP が少ないほど攻撃力が上昇っていう効果で、まあ、勝負シオンバフっていう効果があるんですけど、それは例えばこれ悪霊退散術シノンっていうのがあって、これは HP が少ないほどあの攻撃力が上昇するやつですけど、あのスタックが上がるごとに強い。でそういうのをまあ、こういう弓のコネクトですね、まあ、一番いいのはキョンシーシノンっていうコネクトなんですけど、まあ、俺が持ってるやつはこれなんで、まあ、妥協で入れてるんですけど、自分にかかっているこのバフのスタックを369増加するっていうコネクトチェーンがあって、これがめっちゃ強いんですけど、まあ、これがなんで強いのかっていうのは前に動画にしたので、まあ、そちら見てもらえればと思います。とにかく、まあ、突属性が弱点の敵でパーティーが組める場合は弓が一番強い。でソロカオス討滅戦ってそのソロでしかできないやつの、まあ、高難易度のやつですね、まあ、今カオス135以下はパーティー組めるんで、まあ、弓のがいいって、まあ、弓っていうかもう直剣モッドで来る人もいるくらいなんですけど、属性耐性ないから、
まあ、155以上とか、まあでも155もカオスセントールだからやる人いないと思うし、あんまり。確か175もカオススティーグなんで、まあ突属性でやる人あんまいないと思うんで、カオス195以上ですね。カオスブラッケンとかから、カオスグリームアイズとかは、まあ片手再建を火力として使って、まあ、倒す人が多いですね。まあ片手再建か槍なんですけど、まあ大体片手再建使う感じで、まあ、片手再建のモッド素材って、まあ、昔はこういうクリティカルダメージが強いって言ったんですけど、まあ、カオス透明戦だとどうしてもそのクリティカルが出ない、そのクリティカル耐性 500% とかそういうのがあったりして、まあ、クリティカル耐性バフが200% とか 100% とか 200% かなあったりするんで、まあ、出なかったりするんで、そのクリティカルを諦めて、まあ、このクリティカルダメージ 10% って熟練のスキルあるんですけど、まあ、よーく見ていくと、その絶対にクリティカル出さないといけないっていうわけでもないんですよね、案外。まあ、クリティカル出した方が絶対強いんですけど、これクリティカル発生率 300% 1枚と、まあでも2枚入れることは多分あんまりないと思うんですけど、だいたいこのクリティカル発生率 300% のモッド素材と、このザ・ショーダウン勇気っていうのがあるんですけど、まあ、このショーダウン勇気でアスナ1枚セット時でクリ率 100% 上昇っていうのがあるんで、まあ、これ入れて、まあ、400% とかにして、まあ、サクシアルゴで、まあ、バフかけたりとかで 500% にしたりとか、まあ、何かしらでクリ率上げて、まあ、クリティカル出すっていうことはあるんですけど、こうよっぽどなんかこういうの揃ってないとできないよねっていう話なんで、まあ、大体は、まあ、クリティカル諦めるみたいな感じなんですけど、まあ、イベントとかだったらね、まあ、これクリティカル出して、まあ、こういうので、まあ、強いみたいな感じなんですけど、まあ、そういう感じでクリティカル出す場合と出さない場合があって、まあ、出す場合だったらこれそのクリティカルダメージ肩になるんで、なるべく攻撃力を上げるといいんですけど、まあ、最近はねこのモッド自体に、まあ、残属性の敵、これ言い換えると突属性が弱点の敵なんですけど、攻撃力が1500上昇っていうのがあるんで、これ結構攻撃力が上がったり、まあ最近だとアビリティでパワーライズ3パワーライズ4とか、まあこういう突属性で攻撃時に攻撃力800上昇とか、まあ攻撃力上がる系が結構出てきたんで、まあ歴戦とかもね攻撃力上がるし、まあそういうのでね結構ね釣り合いが取りやすくなってきたんじゃないかなって思うんで、まあなるべくね攻撃力上げないとね全然強くならないんですけど、このクリティカル出る分ね、まあクリティカル出すにせよ出さないにせよ、まあソロカオスだと、まあ片手再建、そのソロだと片手再建が強い感じ、弓だとタゲ外効果がソロだと使えないんですよ。小春にはタゲが向かない仕様になってるんで絶対に向かないです。まあアシストパーティーにはタゲが向くんですけど、アシストパーティーにタンクやらせるとすぐやられちゃうんで、まあ、あとは槍は、まあ、モブ狩り用ですね。今の環境特にモブ狩り、道中のモブ狩りがめちゃくちゃ重要で、やっぱ上の階層になってくると本当に敵がめちゃくちゃ強くなってきてワンパンで倒せないみたいな風になってきたんですけど、まあ、最近は、まあ、広範囲で、まあ、俺は持ってないんですけど、なんかモーション速くてなんか強いモッドみたいな、まあ、そういうのが出てきてるんで、まあ、大体まあモブ狩り用とか、まあ、カオスグリームアイズだと、まあ、これのバースト発動時の効果で自分の HP 10% 回復したりとか、槍のコネクトの効果で 4%、8%、12% 回復っていうコネクトチェーン効果があったりするんで、これ合計 24% 回復するんですよ。まあ、こういうので回復しながら、まあ、一度死ぬともう蘇生結晶が使えないんで、カオス215からは、まあ、そういうので、まあ、サブ武器として使ったり、まあ、ブレイク、両手槍指定のブレイクみたいなのがあったりするんですよ。両手槍じゃないとブレイクできないみたいな。まあ、カオスグリームアイズは確かブレイクゲージが両手槍で、スキルブレイク、ブレイクタイマーあるやつは、まあ、槍じゃなくても突飛でブレイクできるらしいんですけど、突属性は大体こんな感じで、打属性は前半は斧、後半は片手コンが強いです。まあ、どういうことかっていうと、まあ、斧ってこういう前半効果、敵の HP が 50% 以上の時に攻撃力が上がるやつがめちゃくちゃ強いんですけど、これ攻撃力 250% じゃないですか。で、まあこれと比べると分かりやすいんですけど、これ敵の HP 50% 以上っていう条件はないんですけど、その代わりに自分の残り HP 割合 ×100% 攻撃力が上昇するんで、
これの 100% と比べた場合、さっきの 250% じゃないですか。だからさっきのやつのが攻撃力 150% 上である上に、しかもこれ自分の残り HP 依存なんで、自分の HP 減ってたらもっと弱いんですよ。まあそう考えると圧倒的にこの前半効果の方が強い。まあこれを例に出してるけど、これはまあ1枚で済むからこれ例に出してるんですけど、実際はあの消費モッドスロット枠1枠とか、なんか何枚か積んだら1枠2枠のやつだっけ、なんか組み合わせた方が確か上がる数値が大きくなるんですよね。まあ一応こういうのも持ってるんですけど、確かこれと2枠で 175% だっけ、なんかそれ組み合わせた気がしますね。あ、これかな、ナシリーファ、これがそうだな、 175% ですね。でまあ敵の HP 半分以下になった後半は前半効果が使えないので、斧だとこういう効果使うことになるんですけど、最近片手コンの方が、まあ、強い効果が増えてきて、俺片手コンで強い効果持ってないんですけど、まあ、これ配布で刻印小刻印市長に突進の敵に攻撃力が 50% 上昇とか打弱 50% とか、まあ、ついてるやつ、まあ、これ配布で手に入るんですけど、残り2枠を、まあ、これと同じような効果、確かあと2枚くらい あるんですよ、この1枠のやつ。でそれを3枚積むと強くて、あの攻撃力上昇だけじゃなくて打弱 50% もつくんで、攻撃上昇と打弱がどっちもついてめっちゃ強いみたいな感じなんで、まあ、片手コンって熟練度スキルが、まあ、サポート系のやつが多いんですけど、まあ、それらを考えてもあの片手コンのがやっぱり火力出るんですよね。スキル揃ってたらの話ですよ。今まで話してたこと全部スキル揃ってたらの話です。今の環境でどれが強いかっていうのをいくら言っても、もう結局そのスキル揃ってたらあの準環境の武器の方が強いみたいなこと全然あるんで、まあ斧の熟練度スキルね、結構その火力上がるやつとかも何個かあるんですけど、いやあんまりないな思ったよりあんまないな。そうやっぱスキルコの追加効果が強い方がやっぱ圧倒的に強いですね。あ、そうこれだ、ドラゴニュートコハルって言われるやつだ。これがね同じ効果なんですよね、刻印小刻印、こう刻印系の敵に攻撃力が何十パー上昇とか、あとこういうやつですね、秋の味覚のやつ、秋夜の味覚のやつとかね、まあ、こういうのが強いですね、まあ、こういうのね、まあ、これはね1枚で済むんですけど、やっぱり、まあ、こういうやつを3枚積んだ方が、3枚だっけ、多分3枚か、ドラゴニュートのやつと、このヒョンシーリズとか多分3枚積んだ方が150-150になるんで、これより強くなる。まあこれはね1枚で済むから、まあ、モッド取り外し機とかね、あんまり使わないで済むっていう利点はあるんですけど、やっぱり3積みより劣るっていう感じですね。でまあ片手コンはまあ刻印系がね、あでも覚醒じゃないんかこれが、まあ、スイッチで使うと、まあ、刻印になるやつは覚醒とかもあるんですけど、まあ探検ならね覚醒で刻印あるけど、探検はまあ打属性じゃないんで、まあ、打属性今ね79層フロアボスとかノラパーティーとか全然立たないんですけど、まあ、その理由は、まあ、ノラだと連携が本当にしにくいから、まあ、さっき言ったその突水印っていうのが打属性で攻撃するときに敵に与えるダメージが 2.5% になるやつで、まあ、この刻印の 2.5 倍バージョンなんですよ。でさらに今って打刻っていうアビリティがあって、アビリティ効果があって、これリズベット2枚以上装備するとスイッチで発動した時に刻印を付与するっていう効果があるんで、突水印をスイッチ枠に入れて、これでスイッチを打つと突水印と刻印が同時に乗って、刻印の 2% と突水印の 2.5% で合計 4.5% の刻印が乗るっていう風になるんで、それでそのタイミングを合わせないといけないから野良パーティーじゃできなくて、まあ、特にその斧ってその前半効果これがあるから、HP を半分下回っちゃいけないんですよ。HP 半分下回る直前で例えばそのスイッチ、まあ、スイッチ3段階まで貯めるのか分からんけど、まあ、半分直前で覚醒して一気に削って、あと後半組が攻撃その突水印と刻印乗せたやつで攻撃するみたいな、
まあ、前半も後半もね、あのどっちも乗せたいんですけど、やっぱ半分切るとまずいから、その刻印と対印乗せて半分切ったらまずいじゃないですか。だからそこをあの絶妙に調整しないといけなくて、ノラパーティーじゃ本当に難しい。あのボイスチャットとかしないと結構厳しいんですよ。だからこれからその打属性が弱点のボス出るたびに、結構そういうのがあの厳しくなってくると思うんで、まあ、そういう連携が大事になってくるんで、そのノラパーティーはあんまり立たなくなるかもしれないですよね。まあ、あの一番上の階層で回れる人って本当に限られてきて、今ガオを作ってる人でも355人だっけ、なんかちょっと前にあの公式の生放送で出ましたけど、まあ、本当一握りになってくるんで、あんまり、まあ、パーティーも立たないんじゃないかと思うんですけど、まあ、結構厳しくなってきますね。まあ、あとは片手コーン使う場合は、あの縦の熟練度スキルで、あの一番下のやつですね、まあ、新しく出たんですよ、このパワフルブローってやつ。これ打属性弱点ダメージ 10% 上昇って、これ縦の熟練度スキルなんですけど、まあ、縦装備時に打属性のって書いてあるんで、これ片手コーン使っても適用なんですよ。だからこういうものもあるので、まあ、斧にこういう効果があるとはいえ、まあこれね、あの前半効果だしね、特にやっぱ後半が強いんですよね、片手コンのが。まああとは今何が強いのっていう話なんで、あとあれですね、アビリティだとこのパワーライズ3ってやつの覚醒ですねが大体強いんですけど、まあ大体この属性が合うやつがいいんですけど、本当に始めたてだと、まあやっぱり他にスキル全然なかったりするんで、まあデメリットあってもまあ妥協で入れるっていうこともあるんですが、あのやっぱり強くなって、そのずっと続けてると、まあ無料オーダーとかでもパワラ出たりして、まあやっぱ選択肢が増えてくると、やっぱこうなるべくそのデメリットを回避したような編成にしたくなるし、あとはパワーライズ4が強いですね。まあこれはもう本当に、まあ、結構前から変わんないんですけど、あのパワーライズ3とパワーライズ4ってその効果名が被んないから、これ同時に発動しますよね。効果名が同じやつを入れてもどっちかしか発動しなくて、まあ、そういう点でやっぱりいろいろ入れていかないといけないっていう感じですね。でもパワーライズ3の中でも特にこの不沈の障壁ヒースクリフですね、3の方ですね、これがあのキリと入れないだけでスキル力プラス 200% とか、まあ、攻撃 20% とか強い効果が全部つくんで、まあ、これが強いっていうのもあるけど、まあ、雨上がりの散歩シリカっていうスキルもあって、そっちはまあ闇属性強化で、まあ、これは非属性強化なんですけど、まあ、そっちの散歩シリカの方は、まあ、キリトが入っても発動する、まあ、その代わりリズベットとかシリカとか何枚か入れないとあの発動していかないんですけど効果が、まあ、こっちはねこの指定されたキャラを装備していくことに効果が増えるんですけど、だいたいこのシノンが必要になる感じで、まあ、あとは困ったらこういう歴戦とか入れることになるんですけど、まあ、あの困ったらとりあえず入れるみたいな思考停止って良くないんですが、まあ、なんか俺はこれ本当になんか他に入れるやつどうしようかって悩んで困った時はこの歴戦入れたり、あと突属性が弱点の時にこういうのが突800ですね、あのこういう効果とか、あとは打属性で攻撃時に800もあるんで、まあ、そういうの強いですね。って言ってもやっぱりこのゲームってスキルの組み合わせのゲームなんで、他にもなんかその覚醒スキル、あの他のやつ全部弱いかっていうとそうじゃない、全部使えます。その場面によって何を使うかっていうのは変わってきて、めちゃくちゃ強い人でもなんかその何かしらね使う場合があります。そのキャラ指定条件満たすとか、まあ、こういうのもね、あの心眼だから入れるとかね、そのクリティカル出るから入れる、出ない場合はなんか違うのを入れようかどうかみたいな、まあ、キャラ指定条件満たすためにこの心眼はそのクリティカル出ないから関係ないけど、まあ、キャラ指定満たしたいから入れるみたいな、まあ、そういうこともあったり、まあ、いろいろその場面によって変えないといけないんですけど、何が強いのって言われて真っ先に言えるのはそのパワーライズ3、パワーライズ4、突800、打800、歴戦とか、まあ、そこら辺になるんですけど、他にもいっぱいあります。覚醒延長とか、まあ、HP 依存斧を使うこと、まあ、あるかもしれないんで、まあ、そういう場合は、まあ、こういう回復の覚醒効果が必要とか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、何をオーダーで狙っていくかって言ったら、もうさっき言った、まあ、その直剣もっと始めたてだと直剣もっと瓶集めにから集めたりとか、まあ、弓だとそのね弱点つけるモッドとか中身とか、まあそういう風になってくるんですけど、まあ、斧だったら前半効果とかね、まあそういう火力出すかみたいなのをすごい何が強いかっていうのを言ったんですけど、まあ、途中で言ったようなその片手コンでその突水印でそのさっきのその打刻あのスイッチで当てると、あこれじゃねえこれか、
スイッチで当てると刻印になって、で突水でスイッチで打つと同時に乗ってみたいな、そういうのも強いんで、そのサポートですけど、そのパーティーバフとかね、正直なんか火力ばっかに目向けてほしくないんで言うけど、まあ、これ唯一の突属性バフなんですよ、片手コンのパーティーバフのやつで、これめちゃくちゃ強いんですよ。でも多分始めたての人ピンとこないと思うんで、まあ、火力のやつが強いって分かりやすく言うんですけど、こういうなんかサポート系のやつがめちゃくちゃ強いんですよね、その強い人と一緒にやるときは。まあ、だからそういうのも含まれるんですけど、まあ、大体今回説明したやつがもう大体ですね強いです。他にもいっぱいありますけど、まあ、今日はまあここら辺にしておきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。